性行為しないとクビになる。放送終了したヘキサゴンの闇。ヘキサゴンに出演していた当時18歳のマリアさんは、島田紳助から、俺と快楽だけの性行為をしろ。俺には極上の快楽をもたらすテクニックがある。と言われ、隣にいた出川からも、マリアちゃんやりなよ。としつこく説得されたことを自身のインスタライブで暴露した。えぐー。紳助すげーな。ただ、したくないと断ったマリアさんは、ヘキサゴンからはクビ。テレビからも消えたんで、こんなのは氷山の一角に過ぎないのかもしれませんね。